こんにちは、アニチンチャンネルです。今回ですね、アニアのジュラシックワールドのブラキオサウルスを紹介します。おー、多分あの恐竜の中で最も、はい、有名な恐竜ですね。ブラキオサウルスです。はい、じゃじゃーん。おー、はい、背が最も高い、はい、恐竜ですね。なんと頭のてっぺんまでから下まで16メーターもありますすごいですね。はい、おー、はい、体の長さがなんと25メーターもあります。おー、体重も約23トンですね。はいジュラシックパークから出ている恐竜ですね。ジュラシックワールドにも出てます。はい、ブラキオサウルスです。いいですね。おー、ブラキオサウルスです。はい、ここは、はい、英語の名前ですね。お、名称が。はい、こちらで。おー、頭が動かせますね。うん、あー、これね、首。で、尻尾も動かせます。はーい。いいですね。はい、アイニアの説明です。おー、はい、あとは、おー、アニアとジュラシユニバーサルスタジオのコラボですね。ジュラシックワールド。おー、いいですね。はい、ということで。では、じゃあ、ちょっと開封したいと思います。はい、おー、開けましょう。はい。じゃじゃーん、ブラキオサウルスを取り出しますね。1、2、3。おー、でかい。頭が下になっています。おー、いいですね。はい、じゃあ早速首、ああ、首上下に動かせますね。キリみたいですね。おー、あと尻尾も動かせます。いいですね。おー。はい、じゃあ、ブラキオサウルスでーす。先輩、動画ではまらなかった。おー、いいですね。背が最も高い恐竜ですね。おー、植物足です。はい、ですから高いところの植物を食べに行くんですね。はい、キリンみたいです。あーかわいいですね。さすがアニア、よくできています。おー、すごい、模様もちゃんと、これちゃんとできてるんですね。あー、しっかり再現されてます。あと塗装も綺麗です。はい、頭がここです。頭が小さいです。おー、はい、小さくてもね、人間にとってはあの手大きいですけどね人間はこのぐらいで。はい、おジュラシックワールドの中で、ね、ブラキオサウルスがなんと、おこの悪いティーレックス、食べられちゃったんですね。おかわいそう。いいですね、大型恐竜です。はい、このブラキオサウルスは現在のアメリカで生息されていますね。お、はい、約1億5400万年から1億5200万年まで生息されているんですね。あと特徴としてはジュラシックワールドにもパークにも表現されているんですけど、群れで生活してるんですね。で、大人が子供を守ってるという感じですね。一匹狼じゃなくて、グループで生活してます。かわいいですねはい、おアリチンの今アニアのジュラシックワールドの、8匹目です。かわいいおー、本当によくできてますね。綺麗。はい、ということで、では、はい、今からターンテーブルで展示します。はい、アニアのジュラシックワールドのブラキオサウルスです。おー、背が最も高い恐竜ですね。かわいい。顔がちっちゃい、頭が小さいというよりは。おー、すごいですね。なんと、高さが16メーターもあります。全長は25メーターです。大型恐竜ですね。
植物足です。いいですね。では今からプチジラマで展示します。はい、プチジラマです。おお、今ブラキオサウルスは、はい、移動中ですね。おお、かわいい、すごいですね。大型恐竜です。以上です。アルチンチャーでした。今回はアニアのジュラシックワールドのブラキオサウルスを紹介しました。はい、じゃじゃーん。おー、背が最も高い恐竜ですね。結構人気があるものです、あの恐竜ですね。おー、はい、代表的な恐竜と言ってもいいぐらいの人気者です。はい、じゃじゃーん。おー、本当に大きいです、はい、首が動かせます。おー、左右と上下が動かせますね。おー、これも頭、おーいいですね。伸ばすとか、おー、食べる、おー、あと尻尾も動かせます。結構よくできてますよ。おー、さすがアニア。おー、造形も、はい、塗装も綺麗です。ちゃんとこの、はい、体の模様がしっかり、首の模様もしっかりされてますね。はい、顔です。ちょっと脳が、顔が小さいですね。はい、すごい、はい、高さがですね16メーターで、長さは25メーターです。体重は約23トンです。生息地はアメリカですね。はい。いいですね。ジュラシックパークはジュラシックワールドに出てる恐竜ですね。はい。いいですね。かわいい。はい。ということで、では、チャンネル登録お願いします。またね。バイバイ。